皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。はい、今日の地域散歩は小田急線の柿尾駅です。柿尾駅というのはどの辺かというと、新百合ヶ丘という割と新宿から、来た場合に大きな駅がありますが、そこから次の駅ですね。僕は昔から時代劇の撮影なんかでよく来たところなんですが、街の様子などはそれほど知っているわけじゃないんですが、柿尾というのは、柿の生産地だったということらしいんですよ。で、至る所に柿のいろんなものがあるんですが、例えばここからだとね、そこに照明器具で、柿が書いてあるところがあるんですが、そういうのもここならではのものなんでしょうかね。はい、行ってみたいと思います。お店の前にはもう柿が置いてあります。今日は柿のふるさと柿尾をお散歩。これ柿だらけだよねえ。駐車場の裏にだって柿がなってるよ。一軒のうちに一本や二本必ず柿がある。柿尾の柿を巡るお散歩、その先に待っていたのは This is 柿。柿ええThank you。 どうぞ緑深いお寺で思わぬ出会いが。なるほどね。なんだよこれ。ちいさんを驚かせた石像の正体とは。さらに和菓子屋さんを訪問。すっげえ可愛いよ。奥さんも可愛いけど、だからこれからも続けてほしいけど、奥さんはどうしてそれを可愛いからかぶりなさいって言ったの。ちいさん大興奮の理由とは。さあ今日も散歩に出かけましょう。